試合前に日本テレビ高木森沢社長より選手権試合宣言でございます。これよりインターナショナルヘビー級の選手権試合宣言が日本テレビの高木森沢社長であります。1983年8月31日、ナショナルレスリングアライアンス会長元大元パシフィックレスリングフェデレーション会長ロードウェアーズ。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。タイトルマッチ宣言は高木森久日本テレビ社長でありました。さあブルーザーブロディが胴に巻いたチャンピオン中志ベルトを一旦本部に返しました。日本テレビ開局30周年記念の蔵前のリング上、日本中の期待を背中に背負いましてジャンボ鶴田がこのリング上のチャンピオン、本当に世界で最も怖いブルーザーブロディを破りまして、チャンピオンの座につくことができるかどうか、ちょっと緊張気味のジャンボ鶴田、左の手で頬を叩きました。さあいよいよこれより原人アナウンサーが両選手を紹介いたします。鶴田時代のスタートを開くかチャレンジャーのジャンボ鶴田、気合が入っています。青コーナーインターナショナルヘビー級選手権者300パンのブルーザープロディー鶴田の挑戦を5度退けまして、日本のファンの夢を断ち切ることができるかチャンピオンのキングコングブルーザーブロディーであります。インターナショナルヘビー級の選手権試合60分の一本勝負で争われます。放送席は東京スポーツ新聞社の山田隆さん、はい、本当に鶴田が気合十分ですね。そうですね、非常に落ち着いてますね、はい、おっとチャンピオンのブルーザーブロディが鶴田コールに怒りを発揮、蔵前国技館の席に割って入ります。まあ、ブルーザーブロディは記者会見で今回の鶴田は非常に乗っている、気合が入っている、まあ、UN ヘビー級の王座も返上しているということも知っています。今回のジャンボ鶴田は要注意だと言っていましたブルーザーブロディであります。山田さん、こういう発言は今までブロディにありませんでしたね。そうですね、やはりそれだけね、あのブロディとしてもね、今回はね用心してると思いますよ、はい、さあ日本中のファンが見守る中、インターナショナルヘビー級の選手権試合が始まりました。60分の一本勝負、鶴田コールであります。1万3600人の鶴田コール、力道山、馬場、そして11年ぶりに日本人のこのジャンボ鶴田が日本の手からインターナショナルヘビー級のベルトをどうに巻くことができるかどうか。竹内さん、はい、まあ、そういった意味では日本人のファンが鶴田に期待しているんですが、その辺がプレッシャーになるとちょっと困るんですかね。今日のですね、会場の雰囲気を見てますとね、これは逆にブロディの方にプレッシャーがかかっているような気がしますね。はい、チャレンジャーのジャンボ鶴田はこのインターナショナルヘビー級を奪取するために今まで持っていましたジャンボ鶴田の代名詞と言われたユナイトナショナルヘビー級の王座を今年の6月アメリカテキサスダラスリーユニオンアリーナで6回目の王座防衛後返上しています。それから76日の日が流れました。山田さん、はい、UN ヘビー級の王座返上してから76日目の蔵前のリング上ですね。そうですね、これはあの文字通り日本風に言いますと背水の陣ということですね、はい、まあ、自分の虎の子のタイトルを返上して今回のチャレンジに備えたと、これはもう何がなってもやっぱり勝たなきゃいかんと、もう腹の中でもう腹をくくってるでしょうね、はい、ロープに飛ばした早いぶちかまし、おっと山田さん、何かこう2人がぶちかましますとリングが揺れたような感じですね。あ、すごい迫力ですね、もう両方ともですね大変に力がみなぎってますからね、はい、この王座にチャンピオンのブルーザーブロディに過去、おっとバックを取って早くも大技を見せるかチャレンジャーのジャンボ鶴田、かつて4回挑戦しているんですが、非常に資料に詳しい竹内さん、はい、まあ、今までのところジャンボ鶴田がですね、2つの引き分け2つの反則負けというデータがありますね。そうですね、さらにですね、そこを遡って2人のですね、シングルの全戦績を見ますとね、はい、13戦してジャンボの0勝3敗10引き分けですね。なるほど、ただこの3敗は全てこの反則、ジャンボの反則負けですね、はい、まあ、そういったデータを竹内さん調べている限りにおいて最近の試合はですね、
完全に内容的にはこの鶴田のが上回ってますよね。あ、今回5度目の挑戦なわけですけどね、はい、そろそろジャンボとしてもですね、やっぱり失笑の秘策ができたと見てますね。はい、さてそうなりますと山田さん、打倒ブルーザーブロディに一体何が効果的かということになるんですが、そうですね、やはりこれだけのあの実力のある選手ですからね、ダラダラした攻撃ではとても攻略することはできませんね、まあ、ですから今日のルールをうまく利用してインサイドワークで勝負すべきだと思いますね、はい、さあ早くもブルーザーブロディの右の肩口にですね、血が流れているんですが、そうですね、なんかいつの間にかね、どっかで傷つけたんでしょうか、はい、一筋二筋血が流れてますね、はい、まあ、山田さんの話の中になったんですが、非常にこの、まあ、10分を境にいたしまして、早い時間帯で目まぐるしい攻防が起きるかもしれないということですね。そうですね、まあ鶴田選手としてもですね、もう実力的にはね、非常に白昼しているわけですから、チャンスのつかみ方ですよね、問題はね。まあ、データ的には竹内さん、はい、今年の5月天竜でブロディが反則勝ちを収めていますが、その試合が20分以上いってるんですけれども、あとはすべて20分未満ですよね。まあ、早いものでは5分というのがありましたね、ですから過去のデータを全部その分析してますとね、大体10分過ぎというのがですね、勝負のメドになってきますね、はい、テレビをご覧の皆さんもどうぞその10分過ぎの時間帯、何かドラマが起きると思います。どうぞご注目いただきたいと思います。さてこのインターナショナルヘビー級の王座といいますと、20世紀最強のレスラーと言われました、あの6回 NWA 世界ヘビー級の王座についたレスラー、ルーテーズの偉大さを NWA が認めまして作った王座、もちろん初代チャンピオンがルーテーズ、このテーズを昭和33年8月27日ロサンゼルスで日本の力道山が破りまして2代目の王座につきました。そしてこのベルトを日本に持ち帰り、以来日本のプロレス界の最大にして最高の権威を持つ宝と言われてまいりました。まあ、力道山は昭和38年12月15日不慮の死を遂げるわけなんですが、19回の防衛がありました。そして復活したインターのチャンピオンにはジャイアント馬場がつきました。通算6年10ヶ月ベルトを持っていたんですが、このジャイアント馬場が全日本プロレスを設立するときに王座を返上しています。そして、その再び王座が復活した試合は昭和56年4月、NWA ジム・クロケット Jr. 会長のもと日本で行われました。まあ、最初の王座決定戦はドリー・ファンク Jr. とリング上のブルーザー・ブロディがトーナメント勝ち抜いて対戦する予定だったんですが、ブルーザー・ブロディが足首を痛めまして、山田さん、あの時はドリー・ファンク Jr. とくじ引きの結果、テリー・ファンクが王座決定戦の最初のですね、防衛戦はテリー・ファンクでしたね。そうですね、まあ、誠に珍しい兄弟の対決ということでしたね。そしてその後タイトルはドリーファンクジュニア、ブルーザーブロディ、ドリーファンクジュニア、ブルーザーブロディと移っております。さあ今バックドロップを見せる体勢だったんですが、トップロープにチャンピオンのブルーザーブロディがガッチリと手を掴んで防御しております。さて山田さん、竹内さん、お二方にお聞きしたいんですが、このインターナショナルヘビー級の王座を取るということの意味ですね、重大さですね、まず山田さんはどういうふうに考えてますか。これはね、やはり日本のプロレス界にとって最も大義なタイトル、力道山の時からあったタイトルですね、これをやはり日本人の手で取り戻すということは大変に意義のあることだと思いますね。はい、ジャイアント馬場がですね、タイトル返上したのが昭和47年の9月2日ですから、11年間日本人の手になかったんですね。そうですね、まあ、これほどのタイトルがね、今まで日本人の手になかったということが本当に不思議なぐらいですね。しかしこれは外人選手が持ったことによってより一層価値が上がっていると思いますね。はい、まあ、その辺ブルーザーブロディは記者会見でも言っておりました。全米各地でインターナショナルヘビー級の王者としてブルーザーブロディは破格の待遇で迎えられております。そして人気実力は大変なもの、本当に山田さん、このブルーザーブロディは全米各地で売れっ子ナンバーワンのスターですね。そうですね、もう僕は大変な売れっ子ですね。さあワンハンドで高え投げ、ブルーザーブロディのパワーが見られます。竹内さんはこのインターヘビー級の王座を取るということの意味はどういうふうに見てますか。やはりこれはですね、力道山時代から言われたり、インターを制する者が日本マット界を制す、この言葉は今でもやっぱり生き続けていると思いますね。はい、まあ、11年間ですね、タイトルが日本人の手になかったということはちょっと残念ですよね。それだけですね、ここはやっぱりジャンボが一番の頑張り的だと思いますね。はい、もう木は熟したと見ていいですね。完全に熟してますね。さあスリーパーホールドに入りましたブルーザーブロディであります。チャレンジャーのジャンボ鶴田も冷静に立ち上がり試合を進めておりますが、ブルーザーブロディが落ち着いています。やっぱりね、今日のブルーザーブロディ見てますとね、いつもとまた全然違いますね。はい、非常にね、真剣ですね。
なんていうかね、普段が真剣じゃないっていうんじゃなくて、今日の一段とあの凄みのある表情、それからあの今珍しくプールヘアやりましたね、はい、こういうのは普段見られないですね。そうですよね、まあ、とにかくあの今までのブロディですとパワーだけで蹴散らすという感じだったんですけども、この頃のブロディを見ていますとパワーだけではなくレスリングの技術全体にですね凄みが1枚も2枚も加わってますよね。そうですね、攻めに変化があります。チャンピオンのブルーザーブロディであります。さあコーナーマットに打ち付けて4つあるスープレックスのうちまず最初に出しますがサイドスープレックス、ブルーザーブロディを投げ飛ばしました。カバーにいったがこれは速い、これは速い、カウントワンで払いのけます。チャンピオンのブルーザーブロディ、チャンピオンのブルーザーブロディに、まあ、控え室でインタビューを申し込んだんですが、まあ、短い時間の間、まあ、鶴田のこのところの充実度、それからいわゆるヘビー級王座を返上して、あなたに挑戦するというふうに伝えたんですけれども、ブロディはですねチャレンジャーの方は伸び伸びとやれるだろうと、だからこの 1,2 試合鶴田はいい試合やっているけれども、チャンピオンのブロディは絶対に王座は守るというふうに言ってますよね。やっぱりね相当自信にあふれてますね、もちろんあの鶴田選手の充実度を認めながらも相当自分の方も自信を持っているということですね、はい、まあ、それだけね鶴田選手のことは研究していると思いますよ。まあ、チャレンジャーの方は精神的には楽なんだというふうにチャンピオンのブロディは言っておりました。まあ、その精神面でありますけれども、今までこのブロディの迫力ある凄みに圧倒された感があったブロ鶴田でありますが、おっとダブルアームスープレックスの体勢ですが、ちょっとチャンピオンのブロディの腰が高い。まあ、今回もですね、まあ、控え室で鶴田は言っておりましたけれども、精神面では絶対にブロディの上に立つ、相手を飲んでかかりたいというふうに言っておりました。その辺山田さんどういうふうに見ますか。そうですね、やはりあの鶴田選手としてはですね、まあ、UN タイトルというものを返上した時点でね、非常にあの精神的にはね優位に立ったと思いますよ。もうやっぱり背水の陣ということを私使いましたけれども、はい、それだけやっぱりね自分に自信があればこそタイトルを捨てたんだと思いますよ。そうですね、はい、丸裸の鶴田であります。チャンピオンのこの打倒ブルーザーブロディを達成するために、イライトナショナルヘビー級の選手権をテキサス ダラスリユニオンアリーナで返上して76日が過ぎました。鶴田時代の幕開けとするためにも、そしてポストババの地位につくためにも、どうしてもこのチャンピオンのブルーザーブロディからインターナショナルヘビー級のベルトを奪わなければなりません。そういった使命がジャンボ鶴田にあります。やはりね、お互いの実力がこう白昼してるんで、ちょっと試合が膠着状態になってますね。それから山田さん見てますと、この意外とブロディがしっかり立ち上がりを行ってますね。ジャンピングニーパット、鶴田の空中殺法まず第1弾。ちょっとこの静かなブロディの立ち上がりも不気味ですがね、あの何を考えているか、ちょっと今日の試合展開だけは先が読めない感じですね、はい、それから武井さん、はい、私と武井さんが共に控え室で鶴田を訪問しますと、ちょっと鶴田は緊張した表情を隠せなかったんですけども、武井さんどういうふうに見ましたか。まあ、その中でもですね、やっぱり自信のことというのがですね、言葉の端々からありありと伺いましたね、はい。まあ、技を一つ二つ取ってどうのこうのというよりも、まず精神面でブロディを圧倒しなければなりませんというふうに自分に言い聞かせるように過ごしてましたね。今日のブロディ見てますとね、やっぱりそのいつものパワーで押しまくるレスリングがないですからね、はい、そういう面でやっぱりジャンボは決して精神的には負けてませんね、はい、山田さん、ちょっといつものブロディと違いますよね。それだけにね、大変にあの私は不気味に感じてるんですよね、はい、確かにいつものようなあの大暴れするパワーというのは見られないですね、はい。さてコーナーに追い詰められて、ブロディが攻撃を強化に見せます。さあロープに飛ばして、ロープに飛ばして、カウンターのハイアングルのキック攻撃、徐々にブロディのエンジンに火がついてまいりました。それから山田さん、一つ重要なところがあるんですけれども、インターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、まあ、これルールはリングアウト反則でもタイトルが移動ということがありますよね。そうですね、はい、これはねあの、チャレンジャーの鶴田選手にとってはですね、私は有利ではないかと思いますね、はい、その辺は冷静に試合を進めてもらいたいですね。そうですね、その代わり大変なね、あのこれモロハの件であって、もう一歩間違えると自分がルールで失敗するということにもなりかねませんからね、はい。いつものブロディとはちょっと違った静かな試合展開であります。
13,600人のお客さんが予想に反して静かにこのインターナショナルヘビー級の選手権に注目しております。さあ髪の毛を掴んで鶴田をリングの外に持っていく、リングアウトで防衛ということもあります。さあブルーザーブロディがゆっくりとリングの外に降りてまいりました。鶴田も立ち上がって、鶴田も立ち上がってのど突きだ、のど突きが入りました。チャンピオンのブルーザーブロディ、目の前には鉄柱があるが逆サイドに鉄柱を持っていく、これはちょっとやられましたね。目の前の鉄柱よりもランニングして距離のある鉄柱を選びましたね。そうですね。さあフェンスを破って、そのフェンスをリングの中に入れようというんでしょうか。最前列のお客さんが逃げ回っております。レフリーの上王樋口がブルーザブロディに指示を出しておりますが、選手の額がざっくり割れてますね。割れましたね。流血のインターナショナルヘビー級の選手権試合となりました。さあ鶴田コールです。鶴田コールです。激しいタイトルマッチとなりました。今流血の鶴田がリングの中に帰ってまいりました。そしてチャンピオンのブルーザーブロディも帰ってまいりました。さあこの流血ですが、山田さん、どちらにいい影響を与えるでしょうか。そうですね、やっぱり鶴田選手ちょっとこれはねきついですね。この目の中入ってますね、はい、でもここは頑張ってほしいですね。右の額の上のあたりが出血、顔面にものすごいキック、チャンピオンのブルーザーブロディ力を発揮してまいりました。そして痛めた額のあたりを中心に脳天空中に持っていく、ドリラーホールパリドライバーに持っていく。さあどうだ、血が逆流、パーフェクトですね。パーフェクトですね。怖いですよこれは。流血のタイトルマッチになりました。さあカバーに行った、カバーに行った、あーっと危ない、危なかった鶴田、危なかった鶴田。山田さん、もう本当にあと100分の何秒ですね。ほんま何秒ですね、危なかったですね。歓声な鶴田の顔が散り乱れております。さあ13,600人鶴田コール、ワンハンドの抱えないから距離を測ってキングコングニードロップに持っていくか、ギロキンドロップだ、喉元に突き刺さりました。さあ鶴田立ち上がることができるかどうか、立ち上がることができるかどうか。さあ鶴田危ない、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 危なかった鶴田、全く後がありません。本当にピンキの連続ですね。武井さん、はい、今までのデータを見ますと、やはり鶴田は流血になりますとちょっと不利ですよね。どうしても不利になってきますね、はい、全く木っ端みじんに破裂するようにブルーザーブロディのハイアングルのキックが鶴田の顔面に炸裂とあります。さあ鶴田頑張れ、鶴田頑張れ、なんとしても日本の宝、インターナショナルヘビー級のベルトを日本に持って帰れ。さあどうだ、鶴田が生き返る、ダブルチョップだ、ダブルチョップだ。鶴田には打倒ブルーザーブロディ用の飛び道具レグラリアとなります。バックドロップもあります。ルーテーズなりのバックドロップ、それから空中同時に落とし、こういった大技があります。果たしてどこで出すか。さあリングの外での攻防になってまいりました。先ほど痛めつかれました赤い鉄柱にブルーザーブロディの死体を持っていく、ブルーザーブロディの死体を持っていきました。あっとチャンピオンブロディの死体も割れました。チャンピオンブルーザーブロディの死体も割れました。山田さん、本当に激しい流血のタイトルマッチですね。そうですね、お互いにもやはり力の限りで戦ってますね、はい、しかし出血の量はジャンボ鶴田の方が激しい。鶴田の顔面を見ていますと、山田さん、赤鬼のようですね。そうですね、かなり激しい流血ですね、はい、赤鬼のようであります。そのジャンボ鶴田が一心不乱に打倒ブルーザーブロディを狙います。あの力道山、そして馬場に受け継がれ、11年ぶりに日本人、このジャンボ鶴田がインターナショナルヘビー級のベルトをどうに巻くことができるかどうか。さあゆっくりとチャンピオンブルーザーブロディに脳天空打ち。さあ片指に行った、どうだ、これまたブルーザーブロディが払いのけました。さあロープに飛ばして何を持っていく、空中殺法、ルーテーズの空中同時の落とし、どうだ、カウント2であります。
カウント2であります。押し釣れた、押し釣れた。山田さん、今のルーテージマリのこの空中道具の落としはどうですか。はい、いいですね。もうあと一息ですよ。はい、もう一息ですね。あと頑張ってほしいですね。あと一息だ、あと一息だ。ジャンボ鶴田頑張れ、あと一息だ。ロープに飛ばして、それがスムーに行くところをキックで鶴田が攻撃を加えます。おっと、おっと、上肘打ちが吹っ飛んだ、上肘打ちが吹っ飛んだ。さあ、リングの中は無法状態だ。レフリーがいません、レフリーがいない。噛みついた、ジャンボ鶴田が噛みついた。ロープに飛ばして、ドロップキック、キングコングドロップキック、チャンピオンのブルーザーブロディ。さあ、レフリーの上肘打ちがまだ立ち上がれない、立ち上がれない。全くリングの中は無法状態であります。山田さん、こうなりますと試合の流れがどうなりますかね。そうですね、これレフリーがいなければどうしようもないですね。はい、さあどうだ。まだレフリーは立ち上がらない、レフリーは立ち上がりません。さあ、ブレイザーブロディが勝利を確信したように右腕を上げた。キングコングのリードラップ、キングコングのリードラップ。鶴田が出身状態、鶴田が出身状態であります。さあどうだ。チャンピオンのブレイザーブロディがカバーに行った、カバーに行った、カバーに行った、カバーに行った。さあどうだ。おっと、まだまだまだレフリーの上肘打ちは変えれない。まだレフリーの上肘打ちはリング中に変えません。もう一回、もう一回、ブレイザーブロディがコーナーマット最上段に上がりました。コーナーマット最上段に上がりました。鶴田が、鶴田が近寄った、鶴田が近寄った。そしてさあ、この体勢ですと殺人投げ、デッドリードライブに乗っていく。山田さんも両選手本当にギリギリのところで戦ってますね。そうですね、これなんとか、もし上肘打ちがダメだったらですね、そこでフリーが欲しいですね。上肘打ちはどうやら立ち上がる気配がないですね。武井さん、はい、もうこうなりますと勝負の行方はどういうふうに判断すればいいですか。ともかくやっぱサブレフリーを入れるべきですね。サブレフリー、ね、はい、このままノーレフリーでいくとノーコンテストということになりますね。ノーコンテストということは結果的にはチャンピオンのブルーザーブロディが防衛ということになりますよね。そうですね。さあどうなるんでしょうか。おっと、これは樋口コールですね。リングの外でブレンバスター、リングの外でブレンバスターであります。リングの外でブレンバスターを見せました。チャンピオンのブルーザーブロディ、今上樋口が立ち上がろうというんですが、この表情を見ていますとちょっとダメですね。ダメですね。今ブルーザーブロディがリングの中に帰ってきた。今ブレイザーブロディがリングの中に帰ってまいりましたが、さあチャレンジャーのジャンボ鶴田はどうでしょうか。ジャンボ鶴田は立ち上がれません。ジャンボ鶴田はどうでしょうか。今チャンピオンのブレイザーブロディが上肘打ちをリングの中に入れた、リングの中に入れた。さあ鶴田はどうだ、鶴田はどうだ、鶴田はどうだ。鶴田が立ち上がれない、鶴田は立ち上がれない。さあどうだ。カウントを続ける、カウントを続ける上肘打ちですが、さあカウントを続けますが、リングの中に今やっとブレイザーブロディが入ってまいりました。さあどうだ、鶴田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 どうだ。立ち上がれ、立ち上がれ、鶴田、鶴田立ち上がれ。日本人のファンが声援を送る、日本人のファンが声援を送ります。今鶴田が立ち上がりました、今鶴田が立ち上がりました。関東以内に帰ってくる。しかしトップロープに捕まったが、今リングの外に落ちました、今リングの外に落ちました。しかし山田さん、鶴田も必死の思いですね。そうですね、よくあそこまでカムバックしたんですよね。もう一息ですから頑張ってほしいですね。ブルーザーブロディも体力は消耗してますよね。そうです、お互いに苦しいですからね。お互いのギリギリのところの戦いになります。本当に苦しい、苦しい。あっとどうだ、体を預けた、体を預ける。さあ上になっているのがジャンプ鶴田、上になっているのがジャンプ鶴田だ。さあどうだ、カウントは続く、カウントは続く。早く帰れ、早く帰れ、ジャンプ鶴田、鶴田帰れ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 。さあブルーザーブロディが早く帰れた。さあどうだ、さあどうだ。ブルーザーブロディがサードロップからリングの中に帰る、帰る。さあ鶴田も、鶴田も帰る、鶴田も帰る、鶴田も帰る。さあどうだ、鶴田帰った、鶴田帰った、鶴田帰りました。11年ぶりに日本人の谷、日本の宝、インターナショナルヘビー級の王座が帰ってまいりました。よくやりました、ジャンボ鶴田。よくやりました、ジャンボ鶴田。チャンピオンのブルーザーブロディにとうとうピンアウトで勝利を握りました。吠えまくります、吠えまくります。チャンピオン
ャンピオンとなりましたブルーザーブロディになります。21分33秒チャレンジャーのジャンプ鶴田がブルーザーブロディをリングアウトに破りました。第14代のインターナショナルヘビー級のチャンピオンにつきましたジャンボ鶴田であります。さて山田さん、本当にギリギリの戦い、一瞬の隙を突いて鶴田が勝ちましたね。そうですね、もう本当にこれはねテクニックとかインサイドワークとかいうことではなくて鶴田選手の根性の勝利ですね。はい、もうよく頑張ってくれました。武井さん、はい、実に11年ぶりに日本人の手にこの日本の宝インターナショナルフリーキーローが帰ってまいりましたね。鶴田はですね、最後の最後の土壇場まで頑張りに行きましたね。この昭和58年8月31日は日本のプロレス界にとって新しい歴史の1ページを記したことになります。リング上ではこれより日本テレビの高木守久社長がニューチャンピオンのジャンボ鶴田にチャンピオンベルトを返しました。そして大きな日本テレビ杯がジャンボ鶴田に渡されます。この時点で日本のプロレス界を背負っていく男ジャンボ鶴田に新しい時代がやってまいりました。おめでとうジャンボ鶴田、本当によくやりました。山田さん、本当にこの鶴田の前に立ちはだかりました大きな壁ブルーザープロディを互角以上の試合で破って新しいチャンピオンについた、この勝利は大きいですね。そうですね、もう破った相手がね、今は世界のナンバーワンの実力者と言われるブルーザー・ブロディ、はい、それだけにこの勝利というのは大変に価値がありますね。もう鶴田選手はね、今日のこの一戦この根性を絶対に忘れないで日本のマット界をしょって立ってほしいですね。まあ、この一勝でですね、日本のプロレス界を背負っていくジャンボ鶴田に新しい歴史が開いたというふうに言っていいですね。そうですね、もう本当に今日はね、まあ、新しい歴史の幕開けですね。はい、武井さん、はい、今日のこの日本の宝にブルーザブロディを破ってたどり着いたジャンボ鶴田、何に期待してますか。しかしですね、これからやっぱりジャンボにとってですね、さらに過酷なやっぱり運命が待ってるわけですからね、はい、なんとかやっぱり頑張り抜いてほしいですね。はい、自分の持っていますユナイテッドナショナルヘビー級の王座を返上して、あのテキサス・ダラス・リーリオンアリーナから76日目にして日本の蔵前国技館のリング上1万3600人の熱い視線を受け、日本中のファンの期待を背中に背負いまして打倒ブルーザーブロディに成功であります。21分33秒チャンピオンのブルーザーブロディをリングアウトで破りまして第14代のインターナショナルヘビー級の王座につきましたジャンボ鶴田であります。いよいよ日本のプロレス界は鶴田時代のスタートであります。